はい、お願いします。ペナントレースが始まって、はい、まあ、1ヶ月経ちました。で、まあ、あのもちろん甲子園でタイガースの試合を見るのが楽しみっていうファンの皆さん多いと思うんですけども、はい、まあ、中にはその2軍のことを知りたいっていうような方もいらっしゃると思うんですけども、うん、ね、うん、赤星さんが注目している2軍の選手っていますか？いや、いっぱいいるんですよ。やっぱ高寺君とかね、やっぱりその1軍の経験もこうしたことがあって、でオープン戦の時も結構ね上でこう試合に出たりとかもしてたし、やっぱ内野手の中ではやっぱり今木浪選手とか小畑選手とかショートでこう頑張ってますけど、やっぱり中野選手に何かがあった時にとかって考えた時にやっぱ上がってきてもらわなければいけない選手だと思いますし、あと僕は逸坊君とかね、本当に三拍子揃った将来は本当に近本選手と勝負できるようなぐらいな選手にこうちょっと違ったタイプでね勝負できるっていうぐらいのところまで来てほしいなって思う選手でもあるし、まあでも一番の注目はやっぱりあのケイン君かな。うん、まあ、一番臨時コーチに行った時も一番こう会話した選手でもあるし、こうタイプ的にもねあのすごくこう似通ってるというか近いものがあって、すごいポテンシャルを持ってるなっていうのを感じてる中で、そのポテンシャルを走攻守においてどこまでこう出すことができるかで、僕が見た時っていうのはまあちょっと正直荒削りだなって、全てが自分のその身体能力だけでここまでできてるって考えた時に、やっぱ走塁でも守備でもバッティングでもやっぱりちょっと何かこうもうちょっとこうしたらっていうのが結構ある選手なんですよ。こうしたらっていうのがもしできるようになったらとんでもない選手になるんじゃないかなっていうのを感じてた中で、まあオープン戦ね一軍でこれもしかしたら開幕前に支配下登録があるんじゃないかっていうぐらいのところまでね一回こう行きかけたんですけど、まあやっぱりちょっとそのプロの壁というか一軍の壁というかね、なかなかこうスタートが切れなくなってしまったりとか、まあ打つ方でもこうチャンスをもらったりとかしたんですけど、やっぱりこうなかなかそこでもう一本出なかったとか、まあその状況だったので、まあ開幕は残念ながらね支配下登録されずに今二軍でこう頑張ってるとは思うんですけど、まあ僕はでもなんか今いい意味で壁にぶち当たってるのかなっていう感じがあるので、まあ一番注目してる選手といえば注目してる選手ですし、はい、小島選手ですけど、課題とかっていうのは具体的に何があるでしょうか？課題はもう全部ありますよ、いっぱいね。だから例えば一番注目されてるというか一番監督も期待してたのはやっぱその走塁盗塁だと思うんですけど、まあ、そこでも多分あんまりこう見てるといけてないのかなっていう、まあ実際走ってはいるんですけど、なんか圧倒的にもっと走れてもいいんじゃないかなって正直2軍だったら思うんですけどっていう部分ですよね。だからそこだけでもなんかこう圧倒的な数字が残せれば、まあ、もちろん今1軍には熊谷選手とね、海君がいるんでなかなかそこに割って入るっていうのはもしかしたら難しいのかもしれないですけど、でもやっぱりファームの方で圧倒的にねある程度その成績っていうのが出てればやっぱ上でこう一回試そうかなとか上でチャンスをっていうふうになると思うんですけど、まあ彼の場合はまずね支配下登録されることっていうのが一番真っ先にクリアしなければいけないところだと思うので、そうなってくるとやっぱりダイソーっていうだけじゃなくてね2軍の方でもスタメンで出る機会っていうのも結構ねあるみたいですし、まあその中でってなるとやっぱり求められているものは盗塁、一番武器の盗塁なんでしょうけど、盗塁するためには塁に出なければいけないっていうのがあるんでね、もちろん打撃力っていうところの向上っていうのも必要になってくるし、出塁するために選球眼であったりそういうところも必要にはなってくると思うので、まあ僕がだからプロに入った時すごく感じてたことを今彼は感じてるんじゃないですか。多分なんかその足を生かすためにどうしなければいけないのかって考えた時にバッティングの部分の向上っていうのは絶対に必要になってくると思うので、まあ、守備はねある程度多分こなせると思うので、まずはだからそのバッティングとその盗塁をするために出塁っていうところが最大のこのクリアしなければいけないところなのかなと思ってますけどね。盗塁が6回成功してるんですけども、まあ、ただ5回失敗してるっていうのがあって、うん、そこはこうどうでしょう？まあ正直だから普通にねちゃんとスタート切れれば
成功する確率っていうのは高いんでしょうけど、やっぱりまだどっかしらそのアウトになったらどうしようかなとか、まあ変な話、牽制もね、プロの世界っていうのは非常にターンの速い牽制をするピッチャーが増えてきてますので、牽制でアウトになったらまず勝負ならない、勝負しない、する前にアウトになっちゃってるってことですから、そうならないためにっていうのが強すぎてなかなかスタートが切れないで、そのスタートが中途半端なスタートなのに、多分ね、アマチュアの時ってこれアマチュアと決定的に違うところっていうのが一個あって、これぐらいだったらセーフになれるなっていうのがあるんですよ。でアマチュアの時に行くでしょ、もうこれぐらいだったらっていうスタートでもセーフになれたんですよ実は。で多分ケイン君も多分その感覚がどっかに残っちゃってるんだよね。だけど僕が一番感じたのは、このぐらいだったらって言えばセーフになれないのがプロなの。ある程度勝負できるなっていうスタートが切れなかった時に僕はやめてたんですよね。でも多分彼は今はまだ行っちゃうんですよ、そこで行っちゃうから多分その5回のアウトにつながってると思うんです。多分今すごいね、葛藤があると思うんですよ、そのなんていうか迷いとか、まあその今6回失敗5回っていうところをどうこのなんていうの成功率を上げる、だから次の同じ5個決めるときに次は5回成功で1回2回になるとかね、アウトがっていう風になっていかないと、今ほぼ5割じゃないですか。盗塁成功率5割だったら盗塁しない方がいいからね、正直。盗塁成功率っていうのはやっぱりある程度最低でも7割はないと、10回やっぱ8回決められないんだったら自重した方がチャンスはあると思うんですよ、チームとしてもね。だから盗塁ってね、難しいというか、だからちょっとだからケイン君にいろいろこう匿名で聞いてきてよ、今どこに悩みを抱えてるのかとかさ、どこがこう自分の思ったようにうまくいってないのかとか、どの辺の壁にぶち当たってるのかっていうのが、やっぱこういうのって聞かないとやっぱ分かんないし、本人がどう感じてるかっていうのがあるので、聞いてきて。聞いてきて、行く行く明日、はい、あ、行くんだね、スタッフが行きます。あ、じゃあちょっとせっかくだから明日そのなんていうんですか、まあ、バッティングも含め、多分守備の悩みっていうのはそこまでもしかしたらないのかもしれないですけど、バッティング、まあ、全部ね、一応走攻守で特に攻と走に関してはどういう悩みを抱えてるのかなっていうのを聞いてきてほしいです。まあ、あとさ、もう俺の連絡先を教えといてよ福島選手の連絡先はご存知でない？知らない知らない、そんなこの間ね会ったばっかりにちょっと連絡先教えてよって言えないじゃない、で向こうから多分聞くのは多分なかなか勇気もいることだろうし、だからなんか授けるからさ、それを向こう連絡してくるかしないかは別として授けるから、ちょっと連絡いつでも待ってるからって やっぱりね、そうやって一緒にちょっとだけだけどやっぱり練習していろいろ指導したとかね、アドバイス的なというよりはね、なんかそこのジャンルをやっぱり一生懸命やってきた選手にしかわからないことってあるんですよ。やっぱ盗塁してきた人間にしか盗塁のジャンルっていうのはわからないし、気持ちの部分でいうと、だからこそ彼のそのなんかそのちょっと悩んでる部分をこう取り除いてあげることによって、こう技術的なことでカバーできるだけじゃなくて、そのメンタル的な部分でカバーできることっていうのもあるので、要は盗塁って技術もかなり必要ですよ。でも10のうち技術はやっぱり僕3ぐらいだと思ってるんですよ。メンタルが7ぐらいだと思ってるんで、盗塁に関しては。でもこれもちろんね、技術が3とか4に満たしてない人は問題外ですよ。そうなるとメンタルとかの問題じゃなくなっちゃうから、ある程度のところに行き着いてるんであれば、やっぱそこからはもうあとは技術的なことよりもメンタルな部分も大きいし、でそこ最後の例えばスライディングとか、そのちょっと遅れたかなと思ってもその加速力の技術でカバーするとか、そういう部分って技術的な部分であるんですけど、もうやっぱスタートの時点でやっぱメンタルだから、まずはそこをこうクリアできない状況でいいスタートはまず切れないので、ちょっとでもね彼がこうその一番得意としてるジャンルでこう成功を収めてくれることが、これは彼にとってもそうだけどチームにとってもね、こう後々絶対プラスになることなわけですから、だからその力にね、僕もなりたいなとは思ってるので、まあ、中にいる人間じゃないで余計なことはあまりしすぎるとね、よくはないと思うんですけど、ちょっとでもこうね、アドバイスしたいなと思いますので、山村君、大丈夫？はい。はい
ありがとうございます、はい、お願いします、はい、ありがとうございます、はい、こちらで収録以上になります。ありがとうございます。山村君登場させちゃったからね、これはもう自分で編集するんで、うん、消すなよ